皆さんこんにちは、Eレジェンド大林です。今回はですね、スティフレッグデッドリフトという種目を紹介していきます。デッドリフトの、ちょっとバリエーションが変わった、動きなんですけども、まずこのデッドリフトとの違いなんですが、このスティフレッグデッドリフトは通常のデッドリフトに比べてより太ももの裏側、ハムストリングと腰回り、脊柱起立筋といいますけども、この2つの筋肉により強い負荷をかけることができるトレーニングになってます。特にですね、腰回り引き締めていきたいよとか、太ももをですね引き締めていきたいっていう女性の方、スポーツされてる方なんかで、走るような競技でパフォーマンスを上げていきたいっていう方なんかは、ももの裏側、ハムストリングの筋肉を鍛えると、プラスに働くことが多いのでおすすめになります。パワーラックにバーベルをセットしていただいて、バーベルを持ちます。背筋を伸ばしてバーベルを持ち上げて一歩下がります。足幅は腰幅ぐらいなんですが、つま先はですね、まっすぐ揃えておいてください。正面に向けてまっすぐ揃えておきます。この姿勢でしっかり背筋を伸ばして肩を落とします。胸を張った状態ですね、作っていただいたら、息を大きく吸い込んでお腹にぐっと力を入れたら、お尻を後ろに引くようにして体を倒していきます。太ももの裏が伸びてきて、これ以上いけないなというところで、かかとでぐーっと地面を押して元の姿勢に戻ります。バーが太ももの上を滑っていくようなイメージで下ろして立ち上がる。しっかりお尻を後ろに引くようにしてという形ですね。で、終わったら前に出て戻します。気をつけていただきたいことが1点あります。こうしっかりですね、下まで下ろそうっていう意識が強すぎて、必要以上に倒そうとしてしまうと腰が丸まってしまいます。こうすると腰を痛める原因になってしまいますので、胸を張った状態でしっかりお尻を引いていくという意識で、自然と下ろせるところまでで結構です。人によってはこれぐらいかもしれません。柔らかい方はもっといくかもしれません。人それぞれですね、こう柔軟性の限界がありますので、しっかりと胸を張って背筋をまっすぐ伸ばした姿勢が保てる範囲で下まで下ろして立ち上がるという意識で動いてみてください。腰回りですね、不安がある方はこういったベルトをつけていただいたりとか、あとはですね、重量が上がってくると足の筋力的には大丈夫なんだけど、バーが重くて持ってられないっていう方が結構いらっしゃるので、そういう方はパワーグリップ呼ばれるような器具を使っていただいて、手首に巻いてですね、バーに巻きつけていただくと、こう握力を補助してくれますので、こういったアイテムを使っていただくと、前腕が疲れたりとかですね、こう握力が持たなくてバーが持ってられない、追い込めないっていうことがなくなりますので、使っていただくといいかなと思います。それでは、今回はスティフレッグデッドリフトの、解説動画でした。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。